こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は、クレジットカードで、コストコ、マスターカード。まあ、コストコを使うなら、まあ、このカード、えー、作ってみてはどうでしょうか、というお話です。まず、コストコでは、マスターカードしか使えません。私は、たまたまメインで使ってるの、ビザで。で、コストコ行った時ね、マスターカード持ってかなかったら、 まあ現金で払うはめになったということがあります、えー。そしてね、このコストコグローバルカードというのがあって、ああまあなるほど、これ作るとコストコの年会費が無料になると。ね、とりあえず、まあ、年会費無料になるとこまでは、えー、使ってみてもいいかなというふうに思います。ただ、まあ、飛行機に乗ることがあるならですね、メインで使うのはやっぱマイルで貯まるカードがお得だと。ね、すんごいいっぱい貯まんなくても、 とりあえず5000マイル貯まれば、ね、東京から大阪とか東京から福岡の航空券もらえるわけですから、全日空の、ね、片道航空券もらえるわけですから、まあ、それぐらい多分ほとんどの人使うんでね、まあ、よくポイントが1.5%とか1%とか言いますけど、そういうのと比べてもね、この1000円で15マイル貯まって、5000マイルで、 全日空の航空券に変えられるというのを考えると、うん、まあ私はメインですからね、やっぱり、えー、生存ユナイテッドプラスゴールド、あるいはプラチナがおすすめです。まあ、ただし、ねえー、マスターカード、ビザカード、ね、まあ、アメックスとダイナースは、まあ、持ってても持ってなくてもいいんですけど、プラス JCB カード、この3種類はね、えー、最低限持ってないと、えー、仕入れる場所によっては、えー、JCB だと。 優遇するとかね、割引があるとか、えー、ビザだと割引があるとか優遇するとか、マスターだと割引するとか優遇するとかいう特典がついてることがあるんでね、まあ、この3枚は一通り持った方がいい。で、マスターカードを持ってない。で、なおかつコストコ行こうかなという方は、このコストコマスターカードおすすめです、えー。正確には名前はコストコグローバルカードと言います。 ま,あまたね、何のカード作ったらいいか、今これ持ってますと、これメインで使っててどうでしょうかというようなね、ご相談あればお気軽にお寄せください。まあ、皆さんは割とクレジットカード、興味があるみたいてクレジットカードのね、動画作ると再生も多いですし、質問も来るんで、また折に触れ、クレジットカードの情報なんかは流しておきたいと思います。今回はコストコグローバルカード、マスターカード持ってないならとりあえず作っといた方がいいと。 いうカードなんでね。ご紹介しました。以上、アマゾンサポーター堀秀夫でした。